ケイタさんに炭水化物をいくら食べても太らない方法を教えてもらいます。ダイエットに苦しむのはもうやめましょう。富永です。今日は見てわかる通りいつものケイタさんに来ていただきました。ケイタさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ダイエットコーチケイタと申します。はい、よろしくお願いします。有酸素運動と筋トレの順番について科学的に解説します。なんか今日は炭水化物をいくら食べても太らない方法を教えていただけるということで教えちゃいます。はい、皆さんですね、やっぱりまだ炭水化物こう苦手意識があったりとか、実際どうやって食べればいいのかがわからないって質問はですね、結構きますので、まあ、この炭水化物のプロのケイタさんにですね、今日はお話し炭水化物のプロですか、はい、炭水化物のプロのケイタさんに今日はお話を伺っていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまず、まあ、そもそものところなんですけど、はい、炭水化物って太るんですか、はい、やっぱそのイメージをね、はい、持たれてる方がこの富永さんのチャンネル、そして僕のチャンネルでも結構多いかなと思うんですけど、うん、まあ何度もされてるようにですね、炭水化物で太るっていうのは、うん、そうそうないです。本当ですか？そうそうないです。本当にですか？例えばあの僕ら肥満人口って増えてるんですけど、うん、炭水化物摂取量がそれでも増えてるわけじゃないんですよ。いやこれが別にあの因果関係とは言わないですけど、むしろ炭水化物摂取量っていうのは、まあ、やや下降気味で、うん、のその他の栄養素で良くないもの、良くない食事っていうのが増えちゃってるから僕ら の肥満人口が増えてるんですよね。もうもちろんあの厚生労働省 の食事基準とかから判断しても50%で 65% ぐらいまで、うん、あの1日の摂取カロリーのうち、まあ、いわゆる過半数は炭水化物から取りましょうねっていうふうに言われてるんですよ、うん、言われます。でもやっぱりあの僕らのダイエット の、いろんな情報を見て、糖質制限ダイエットとかが流行って、糖質って太るんだよ、糖質抜いたら痩せれるよって、でそうするとあの炭水化物食べちゃダメなんだってことで 50% 以下にしてしまってる人がめちゃくちゃ多いんです。多いですね、めちゃくちゃ多いです、はい、でそうなると、まあ、一時的に痩せれるんですけど、でその後また炭水化物食べ始めたら水分蓄えちゃうんで、はい、でそれで太ってしまうと、でそのどんどん炭水化物恐怖症になっちゃうんですね、うん、もうここからやっぱり、ね、抜け出していただきたい。炭水化物はあの摂取の半分以上、とってもいいものです、はい、それだけあのしっかり伝わればいいかなと思って。そうですね、はい、だからまあ例えばなんですけど、摂取の 90% 炭水化物取ってる人とかだったら減らしていいと思うんですよ。減らしましょう、うん、けど大体ですね、やっぱり指導してて見てて思うのは50取れてない人がほとんどですね。多いですね。あの結構ね、炭水化物50取るってやっぱり難しいと思います、うんうん、しかもみんな結構お米とかを減らすんで、まあ、そもそも多分一食お米抜いたりしたら多分 50% 超えないですよ、うん、超えないですね、うん、超えないと思うんですよ、はい、でちょっとねビビっちゃって食べれないんですね、うん、で実際の食事指導であの炭水化物これぐらい食べていいんですよって増やしてみてくださいって増やしたらむちゃくちゃ満足度上がるんですね、うん、でそれで結果的に過剰だった部分があの結果的に減る、炭水化物を増やすことで好循環に入るので、まずは怖がらずに食べるっていうのを意識してほしい。そうですね、本当なんかどれぐらいかっていうと、例えば1日の総摂取カロリーが1500キロカロリーだとして、うん、これもですね茶碗1杯 150g のご飯を3回食べないと、うん、多分 50% 超えないです炭水化物、はい、はい、だからそれぐらいのイメージって感じですね、はい、というわけで炭水化物は、まあ、大体の人は食べても太らないですよ。食べましょうと、っていうところで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、とはいえですね、やっぱり炭水化物ね、取りすぎてもまあ良くないし、うん、まあ怖いよっていう方結構多いと思うんですよ。うんうん、でここでですね、まあケイタさんが炭水化物どれだけ食べても太らないポイントをですね、はい、3つ挙げて教えてくれるみたいなので、はい、ぜひお願いします。3つ教えましょう、はい。炭水化物をいくら食べても太らない方法。どれだけ食べてもですよ。どれだけ食べても、どれだけ食べても太らない方法ですよ。わかりました。はい。はい、頑張ってお話しします、はい、まず一つ目のポイント、はいはい、炭水化物はたくさん食べてもいいと、うん、冒頭でもお伝えしました半分以下、はい、あの半分以上炭水化物取りましょうと、はいはい、で PFC バランスって皆さん聞いたことあるかと思うんですけど、はい、炭水化物とタンパク質と脂質のバランスです、うん、まあ、要するに炭水化物でたくさんの割合を占めるんで、うん、言い換えればその反対別の要素を減らさないといけない、はい、その中で意識してほしいのは脂質です。脂質、はい、これもまた難しい。脂質を減らしていただければ、はい、炭水化物いっぱい食べて、はい、炭水お米でお腹いっぱいになっても、うん、太らないです。なるほどなるほど、はい、でこれあの冒頭でちょっとね、あの肥満人口どうのこうのっていうこのグラフのような話をしたんですけど、はい、これ実際見てみると脂質の摂取量が増えてるんですよね、うん、そうですね。で脂質摂取量 の増加と肥満人口の増加っていうのはあの相関関係でこのあのリンクしてるんで、なんかここ意識するのがもう本当に一番の鉄則になってきます。
脂質はマジで意識しないと超えますよね。平気でいきます。めっちゃ超えます、はい、ちなみに具体的になんかこういうことを意識した方がいいよってあります？脂質、まず脂質がどういうところで上がってしまうかなんですけど、うん、大きな要素が2つあって、はい、で1つはおかずなんです、はい、それも僕もいつも話してます、はい、おかず、はい、おかずで、タンパク質をたくさん食べた方がいいんだよねってことで、タンパク質を選択して取るんですけど、その選択が高脂質なタンパク質なんです、うんうん、でこれが一番多いパターンです、はい、お肉食べた方がいいんですよねって言って、うん、カルビ食べたりとか、はい、で油でむちゃくちゃ炒めてそういう調理をしてしまうとかで、そういったところが多くなるとやっぱり脂質上がっちゃいます、はい、でもう一つは間食ですね。あ、はい、間食の選択肢って今マッチある人たくさんあると思うんですけど、うん、どれも高脂質です、はいはい、基本的に脂質と糖質でできたものが手軽に食べれるっていう、うん、この僕らの生活環境がそうなってるんですよ、はい、で生活環境で脂質をうまくちりばめられてるんで、うん、さっき言ったみたいに、うん、普通にしてたら脂質が上がっちゃうんですよ、うん、そうですね、だから意識しないといけない。このおかずのところ、はい、タンパク質源、そして間食のところ、この2点だけちょっと意識してみてください。そうですね、まあ、僕のチャンネル見てる人は多分もうよく僕がいつも言ってることで、うん、お肉はちょっと注意しましょうねって話をしてるんです、うん、でも飽和脂肪酸が多いっていうのがあるので、まあ、お肉ももちろんその豚バラとかも食べてもいいんだけど、何気なくやっぱりそれを食べると良くないから、うん、まあ、大豆製品でタンパク質を取ったりとか、いいですね、まあ、あと魚、まあ、脂質は入ってるけど飽和脂肪酸じゃない脂質が取れるので、うん、魚を取りましょうというところを言ってるので、まあ、それが一つっていうところですね。そうですね。で、あと間食も、まあ、みんな糖質が怖いと思ったら和菓子とかを避けるんですけど、うん、で和菓子とかは糖質は多いけど脂質はやっぱり少ないので、うん、まあ、そういうのをうまくこう選択していくっていうところですね。そうですね、はい、脂質をケアするんだったら和菓子、はい、フルーツとかね。そうですね、フルーツとかいつも、はい、自然でのできるんだったらですね、ストレス、だけどフルーツもね、太るとかみんな思ってるけど、もうフルーツはしっかりと、はい、食べて僕はいいと思うので、ぜひ。というわけで、じゃあ次2つ目。はい、2つ目なんですけど、食物繊維の多い炭水化物を選択するです。ほう、ここで一つ注意点としては、うん、先ほどもお伝えしたんですけど、脂質と、糖質でできているものがたくさんあると分かりました、うん、この時に使った言葉は糖質です、はい、僕が今お話しているのは炭水化物です、うん、この違いは何かというと食物繊維が含まれているか含まれてないかなんですよね、うん、はい、炭水化物もいろんな選択肢があるんですけど、うん、食物繊維含有量の高い炭水化物を選べば選ぶほどダイエット的にははかどります、うん、お米って見ると皆さんも糖質って判断したり炭水化物っていろんな見方をすると思うんですけど、分かりやすいところで言うと、はい、白米を玄米にするか、はい、こういう選択をするだけでダイエットははかどる、はい、食物繊維の重要性は僕結構チャンネルでも知ってて、言ってるんですか、メリットだらけなんですよね、はいはい、ダイエット的なところで言うと便通予防対策にもなります、うん、そして短鎖脂肪酸っていう、ね、うん、食物繊維ちょっと腸で発酵されて、はい、有用物質を作ってくれるんですけど、でそれが腸を元気にしてくれるし、うん、でそれが脳にも働いて食欲を抑えてくれるも、はい、役目があるんですね、はい、多機能すぎる、うん、はい、でかつたくさん食べてもカロリーオーバーにならないっていう、はいはい、安全性もあると、なんで食物繊維めっちゃ落ちてるんですよ、はいはい、だからお米、食べるじゃないですか、うん、でそういったところで高食物繊維 のお米とか高食物繊維の、はい、まあ、パンでもありますよね、全粒粉パンとかですね、ライ麦パンとかですね、そうそう、パスタもいろいろ選べます、うん、そういったところを選択するとダイエット絶対はかどるんで、これ2つ目意識してほしい、はいはい、これめちゃくちゃいいですね。僕も全粒粉の食品、まあ、未精製のものって結構おすすめしてて、やっぱ食物繊維取れるってすごくでかいですね。で、まあ、皆さんが気にする血糖値も上がりにくくなりますし、抑えてね、で、あと一つポイントとして僕が言ってるのは、水溶性食物繊維も一緒に取れたらいいですよねって話をしてて、はい、だから玄米麦ご飯めっちゃおすすめですよ。麦って水溶性食物繊維も最強なんで、玄米と麦を混ぜると不溶性食物繊維も取れる、水溶性食物繊維も取れる、完璧だ、完璧、しかも主食で食物繊維取れるってめっちゃ強いじゃないですか。なんか罪悪感なくもうね、食べた方がいいんだっていう食材なわけですからね。そう、しかも1日3食、ね、食物繊維が取れるって、おいいわ、しかも手間かからない、うん、玄米にするだけとか麦にのせるだけなんで、うん、めちゃくちゃおすすめですね、それ、はい、もちろんね、白米だから痩せれないってわけじゃなくて、まあ、よりですね、食物繊維が取れる方にした方が、まあ、いいですよっていう話で、はい、もし嫌いでなければですね、はい、未精製のものにちょっと変えていきましょう。変えてください。はい。じゃあ、3つ目。はい。3つ目がですね、はい、ちょっと迷ったんですよ。はい。はい、何ですか？迷ったやつ言っていいですか、先に。はい。何にもあったんですか？
まあ、ゆっくり食べようっていうのも言おうと思ったんですよ、はいはいはい、ゆっくり食べた方がいいです皆さん、その間に脳内で神経物質できて食欲を収まるので、ゆっくり食べた方がいいです、はい、あと、PFC の話もしたんでタンパク質っていうのも食欲を抑えてくれるんで消化管ホルモンって、はい、それも大事なんですけどこれも言った方がいいなと思いつつも、はい、やっぱり一番最後だからこそ皆さんにお伝えしたいことがあります、はいはい、ちょっとごめんなさい、はい、食べ過ぎたら太ります結局そこそここの動画はいくら食べても太らない方法ですよ、はい、嫌いにならないでもやっぱり食べるのが苦手な人とか食べなさすぎの人が多いんで、うん、僕らは言いますいくら食べても太らないよって一旦言いますけど、うん、とは言うものの、そりゃ食べ過ぎたら太ります、はいはい、これは誤解なく伝わってほしいなと、はい、でも多分いっぱい食べてもじゃあ脂質を抑えて高食物繊維のものを選択してっていう風にそしてゆっくり食べてタンパク質も食べてって言ってたらおそらくですけど炭水化物を、うん、バカバカ食べ過ぎることってまあないと思うんですよそうですね、はい、だからこの大衆向けのアドバイスとしては食べ過ぎないようにしてください、うん、これを最後にただまああれですよね本当炭水化物を多分結構取っていったら、うん、食べ過ぎなくなりますもんねそう、うん、そういうことなんですよそうだから思ってるより多分食べたいだけ食べてでしかもそれもそのお菓子とかで取るとか脂質と一緒にこう入ってるものを取るじゃなくてご飯とか、はいまあ、パスタとか、うん、とりあえず主食穀物とかで炭水化物を好きなだけ食べていくっていうところですねそう、はい、そこを意識する、ね、そしたら自然と食べ過ぎもなくなりますよっていうところです、ね、自然と減るんで、はい、そういうことです、はい、最後に落としやがってで大事なんでね、はいはい、でもここだけ持って帰られて、はい、もうびっくり食べてもいいんでしょうでやられちゃうとちょっと確かにねそうですね私を伝えましたじゃあ3つまとめてください1つ目は、うん、脂質、はい、ここを抑えてくださいこれを意識しましょう、はいはい、2つ目2つ目が食物繊維含有量の多い炭水化物を選択してください、はいはい、じゃあ3つ目とはいうものの食べ過ぎないでください、はいはい、っていうところでですね炭水化物もう今まで話したようにですねしっかりと取っていった方がいい人の方が多いです食べましょう、はい、間違いなく多いのでぜひですね今日の話を聞いて食べようと思った方はですねコメント欄に何を食べるかとかあと今日から食べますっていうコメントをですね来ていただけると嬉しいなと思います僕も書きます、はい、書いてください、はい、お願いします、はい、ケイタさんのチャンネルでですね私が、基礎代謝を上げる方法についてお話ししてます、はい、で URL をですね概要欄に貼っておきますのでぜひ見てみてください面白い動画になりましたはい、面白い動画になりましたね、はい、ぜひ見てみてくださいはい、では今回の内容は以上になります今回の内容が役に立ったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします結局ダイエット中に何を食べたらいいかわからないという方へ気をつけるべき糖質カロリーが一目でわかる表を無料でプレゼントしますスイーツ炭水化物スタバの3種類ありますぜひスマホに保存してダイエットに役立ってほしいです概要欄固定コメントにある無料の公式 LINE を友達追加すれば受け取れますではまた